今朝、福井県の越前松島水族館で行われた搬出作業。コンテナの中に入っていたのはカマイルカのボーとニッシーです。能登半島地震の数日後に能登島水族館から福井県の水族館に避難してきたこの2頭。これまで避難先で一般公開され愛らしい表情を見せてきましたが、今回およそ10ヶ月ぶりに能登島に帰ってくることになりました。福井を出てからおよそ3時間後、今飼育員の方が総出でゆっくりとイルカを移していきます。ゴーとニッシーは能登島水族館へ。ストレスがかからないようにと今日はカメラの前に姿を見せることはありませんでしたが、2頭は無事プールに移されたということです。ようやく帰ってきた、久しぶりに帰って見たな、顔見たなっていうような感じですね。まあ、地元の方も楽しみにされていると思いますので、できるだけ早いタイミングでお披露目できたらなというふうに思います。能登島水族館では県外の施設に移された他のイルカについても年内に戻ることができるよう準備を進めていくということです。